毎度、ご視聴どうもありがとうございます。ゆっくりこすずです。満身創痍のゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度東京大学の高校別合格者数上位100校の発表です。推薦入試の合格も含むのじゃ。では、読み上げ開始です。第97位札幌北高校、八戸高校、県立福島高校、県立前橋高校、浦和第一女子高校、青山高校、大泉高校、白百合学園高校、富山高校、金沢大附属高校、第88位北嶺高校、東京都市大附属高校、沼津東高校、一宮高校、高田高校、須磨学園高校、岡山白陵高校、筑紫ヶ丘高校、宮崎西高校、第80位盛岡第一高校、海地高校、行政高校、巣鴨高校、サレジオ学園高校、長田高校、智弁学園和歌山高校、岡山大安寺中等教育学校、第73位お茶の水女子大附属高校、都立武蔵高校、本郷高校、私立城北高校、東邦高校、新潟高校、広島大附属高校、第65位山形東高校、横浜双葉高校、専属学園高校、高岡高校、越高校、明和高校、広島学園高校、鶴丸高校、第61位湘南高校、浜松北高校、落成高校、高松高校、第54位秋田高校、栄東高校、芝高校、岐阜高校、四日市高校、大阪聖光学院高校、大分上野が丘高校、第49位仙台第二高校、富山高校、金沢泉が丘高校、静岡高校、北野高校、第45位県立船橋高校、藤島高校、海洋中等教育学校、白陵高校、第42大宮高校、岡山朝日高校、熊本高校、第40位札幌南高校、愛工高校、第38位紅玉社高校、周遊館高校、第36位国立高校、小石川中等教育学校、第33位宇都宮高校、県立千葉高校、西高校、第32位富山中部高校、第31位豊島が丘女子学園高校、第29位土浦第一高校、市川高校、第28位水戸第一高校、第27位洛南高校、第26位私立武蔵高校、第23位筑波大附属高校、東海高校、東大寺学園高校、第21位東京学芸大附属高校、旭ヶ丘高校、第19位岡崎高校、紅葉学園高校、第18位ラサール高校、第16位早稲田高校、渋谷教育学園渋谷高校、第15位グルメ大附設高校、第13位県立浦和高校、浅野高校、第11位海城高校、栄光学園高校、第10位横浜翠嵐高校、第9位駒場東邦高校、第8位日比谷高校、第7位渋谷教育学園幕張高校、第6位桜蔭高校、第5位西大和学園高校、第4位聖光学園高校、第3位麻布高校、第2位灘高校、第1位開成高校。以上が東京大学の合格上位校トップ100となります。それでは、またのご視聴、お待ちしております。